南モンゴル内モンゴル独立運動は中華人民共和国の実効支配下にある内モンゴルにおける先住民族であるモンゴル人の独立運動のこと。モンゴル人による独立運動には全権独立を求める者から高度自治を求める者がある。1911年12月にモンゴルに独立建国されたボグドハーン政権の 国旗チベットモンゴル総合承認条約大、満州帝国蒙古連合自治政府主席、デムチクドンロブモンゴル人の居住地域1945年9月に、内モンゴル独立宣言をした内モンゴル、人民共和国の国旗。モンゴル自由連盟党などが参加した、自由と、人権アジア連帯集会内モンゴル人民党旗1636年に、 満州人が建国した大清帝国は、満州、モンゴル、チベット、東トルキスタン、中国本土に及ぶ大帝国であった。満州人は、モンゴル帝国の玉児を、モンゴル王族から受け継ぎ、大清帝国を建国するという形をとり、モンゴル人と血縁関係を結ぶとともに、モンゴル人を優遇していた。1九百六年に、漢民族の孫文が、 駆除脱トリコ、回復中華を提唱し、1911年に、漢民族によって、駆除脱トリコ、回復中華をスローガンに、侵害革命が行われ、大新帝国は崩壊した。崩壊直前の1911年12月に、外、モンゴルでは、ロシア帝国を後ろ盾とした、モンゴル人諸行によって、チベット人活物のボグドハーンを皇帝とする。 独立国家が樹立された。1912年1月1日に、漢民族によって中国本土に中華民国が建国されると、臨時大総統に就任した孫文は、漢人、満州人、モンゴル人、海賊人、チベット人を一つに合わせて一国とする旨を宣言した。1913年1月11日、モンゴル人、チベット人は、 チベットモンゴル相互承認条約を締結して、チベットモンゴルは、清王朝から独立するとともに、外部からの侵略に対して、相互防衛を図ることとした。外モンゴルのボグドハーン政権は内モンゴルにも、勢力を伸ばし、モンゴルは一時的に統一状態となったが、ロシア帝国が内モンゴルから、モンゴル軍を撤退するよう圧力をかけたため、再びモンゴルは、 南北分裂に陥った。1915年に、ロシア帝国と中華民国によって、外、モンゴルのみの自治を認めるとした取り決めがなされた。1917年に、ロシア革命によって、ロシア帝国が崩壊すると、1919年に、中華民国は外、モンゴルに軍を進めて占領した。1920年に、 ソビエト連邦に抵抗するロマン・ウンゲルンが、外、モンゴルに白軍を侵中させて、中華民国軍を追い出したことによって、ボグド・ハーン政権が復権したが、外国軍である白軍に反感を持つ者たちの間に、共産主義が浸透するようになり、モンゴル人共産主義者によって、モンゴル人民党が設立されると、1921年に、ソビエトの衛星国としてモンゴル人民共和国が、 外、モンゴルに建国された。1921年に孫文は、漢民族を中心として、満州族、モンゴル族、ウイグル族、チベット族の4民族をすべて漢民族に同化させて、中華民族を形成することにより単一、民族国家を組織する旨を、三民主義の具体的方策で発表した。1925年に孫文は、 中国民族の総数は4億人であるが、外来民族である、満州人、モンゴル人、ウイグル人、チベット人は1000万人に過ぎないから、中国人の大多数はすべて漢人であり、同血統同言語文字、同宗教、同風俗習慣を持つ完全な単一民族であると、する、胸の三民主義講演を行った。1929年、内モンゴル東部に、 ロシア帝国が付設した北満鉄道の権益をめぐってソビエト軍と中華民国軍が全面衝突する。1932年に関東軍が新朝皇帝であった不儀を失勢とした満州国を建国した。これにより内モンゴル東部は満州国となった。満州国では清王朝以来続く満州、モンゴルの友好血縁関係から モンゴル人は積極的に満州国皇帝に仕えた。1935年3月、ソビエトは内モンゴル東部に権益を持っていた北満鉄道を満州国に売却する。内モンゴルの中部ではチャハルのデムチュクドンロブやユンデンワンチュクなどの王公によって自治要求運動がなされるようになり、1936年には自治を求める内モンゴル軍と、 中華民国軍とが全面衝突した。1939年、デムチュクドンノブは日本の支援を受けて、猛虎連合自治政府を受立し内モンゴルに、モンゴル人による自治政府が誕生した。ただし、総人口525万4833人の、内韓民族が9割の501万9987人に、 対して、モンゴル人は15万4203人だった。満州国とともに、猛虎連合自治政府は、それぞれ独自の行政機関、軍事組織、通貨を持つなど、中国本土とは、完全に分離した、政治経済体制であった。1941年4月13日、日ソ中立条約が、ソビエト連邦と日本の間で締結され、 満州国とモンゴル人民共和国の領土保全と相互不可侵を約束した共同声明が出された。ところが、1945年2月11日にソビエト連邦をアメリカ合衆国大英帝国はヤルタ会談を開き、満州を中華民国のものとし、北満鉄道、南満州鉄道をソ連中華民国共同のものとすることを取り決め、 外、モンゴルのみを独立させ、内モンゴルを中華民国の影響下とした上で、現状を維持とすることを、モンゴル人、満州人の意思とは関係なく決定した。1945年8月9日に突如として、ソ連と外モンゴルの連合軍が、満州国と内モンゴルに侵略してきたことによって、満州国、猛古地地区に政府は崩壊した。 日本の根本広中将機下の中盲軍は、約4万の在留邦人が引き上げるまでカルガン口で、ソ連軍の進撃を食い止めた。ソ連軍の1個師団と3個機械化旅団、モンゴル人民軍の4個師団及び1個機械化旅団は、内モンゴルに侵攻し、内モンゴル東部からチャハルやネッカ省といった内モンゴル、西部まで進駐した。旧盲古自治区に政府では内モンゴル独立宣言を、 下内モンゴル人民共和国、旧満州国公安総省では東モンゴル自治、政府やホロンバイル自治省政府などが成立して、外、モンゴルへの内モンゴルの併合を求める運動が勃発した。ソ連とモンゴルは、当初反モンゴル主義を煽って、内外モンゴルの統一を掲げてたが、中ソ友好同盟条約で、中華民国に、 外モンゴル独立を認めさせる代わりに内外モンゴル統一の要求を取り下げて撤退することになった。1945年8月以降、中華民国政府と反政府勢力の中国共産党との間で国境内戦が起きた。ソ連やモンゴルといった占領軍の取り計らいで満州や内モンゴルに進出していた。 中国共産党のウランフは内モンゴル人民、共和国、内モンゴル人民革命党、東モンゴル自治政府、ホロンバイル自治省政府、西モン政府などを改従して、東西モンゴルを統一して打ち立てた内モンゴル自治、政府や1949年の中華人民、共和国建国後の内モンゴル自治区の主席となるも、1966年7月12日に、東昌平が、 ウランフを内外モンゴル統一を企む分裂主義者であるとして失脚させると中国政府は内モンゴル人民革命党粛清事件と呼ばれるモンゴル人への大粛清を行ったこれにより数十万人が粛清されたさらに中国は自治区とは名ばかりに自治区主席などをモンゴル人が務めるだけで漢民族は内モンゴルに移入し続けて漢民族は 人口の80%超を占めるに至った。1989年の天安門事件以降、内モンゴル独立運動も再び活発になり、1995年に内モンゴルでは肌等によって中国からの独立を目指す南モンゴル民主連盟が設立された。しかし1995年12月10日、代表の肌と連盟員は、 中国政府によって逮捕され、肌はスパイ、国家分裂主義者として刑務所に送られた。このため、これ以降のモンゴル人は国内よりも海外で活動を積極化させていった。1997年には内モンゴル人民党がアメリカ合衆国で設立し、2006年にはモンゴル自由連盟党が日本で設立された。同時に、 南モンゴル人権情報センターはメディアに南モンゴルの人権情報を発信している。内モンゴル人民党やモンゴル自由連盟党はヨーロッパにも支部を設置するなどしてヨーロッパ人と共に中国政府による人権抑圧への抗議活動を行っている。独立を目指す団体は共同して抗議活動や声明文を出すなど協力関係を保っている。 2010年には内モンゴル人民革命党粛清事件における民族浄化を描いた、妖怪 A 静岡大学教授の、母表なき草原内モンゴルにおける文化大革命、虐殺の記録が、柴良太郎賞を受賞した。2010年12月10日の肌の景気満了日、以降、肌とその家族が行方不明となっており、アムネスティインターナショナル、日本などから、 中国政府に対する非難が上がっている。この肌失踪事件が国際的に報道されたことで、チベットや東トルキスタン同様に、内モンゴルの人権問題に注目が集まっている。現在、内モンゴルは東トルキスタンチベットと並んで、中国におけるレアメタル等の鉱物資源の主要産地となっていることや中国政府による漢民族移入政策によって、 中国からの独立を図ることが困難になりつつある。日本での活動日本国内では、日本人、チベット人、ウイグル人たちが協力して中国大使館へのデモや、抗議書の投函などを行っている。モンゴル自由連盟党は、中国の脅威と戦うという立場から、保守系政治団体頑張れ日本。全国行動委員会主催の、自由と人権アジア連帯集会に参加している。 また、モンゴル人は、維新政党、新風などの保守系政治団体とも交流を深めるようになっている。2011年以降は、肌の釈放を求める活動を、ウイグル人、チベット人、日本人と共同で行っている。ABCD 酒井信彦。中国、中華は、侵略用語である、シナ侵略主義の論理構造。財団法人。 日本学協会、日本平成16年2月号。日本ナショナリズム研究所。2011年1月6日閲覧。妄造条約、ウィカソースハット、日ソ中立条約、声明書。日本外交主要文書、年表、52ページ。東京大学東洋文化研究所、田中明彦研究室。2011年1月9日閲覧。 大日本帝国政府及び、ソビエト社会主義共和国連邦政府派1941年4月13日、大日本帝国及び、ソビエト社会主義共和国連邦間に締結せられたる、中立条約の精神に危機両国間の平和及び、友好の関係を保障する偉大日本帝国か、蒙古人民共和国の領土の保全及び不可侵を、尊重、することを約する旨また、 ソビエト社会主義共和国連邦か、満州帝国の領土の保全及び不可侵を尊重、することを約する胸厳粛に声明す、ヤルタ協定。日本外交主要文書、年表。5657ページ。条約集、第24集、第4巻。東京大学東洋文化研究所、田中昭彦研,研究室。2011年1月9日閲覧。 二木広史投薬、田中克彦監修、モンゴル史に、公文社、1988年、日本帝国主義へのモンゴル人民共和国の参加、地図11、台湾外交部単案、注文関係46から50ページ、52から59ページ。中央研究院近代史図書館512.1、ニアラドウンソニン、ナンバーワン、バインウンエス、メートルイー。 1945.1113AB 桜井よし子。モンゴル人、ジェノサイド実録。週刊新潮2008年6月19日号。桜井よし子。2011年1月8日閲覧。ABC モンゴル自由連盟党日本支部。モンゴル自由連盟党とはモンゴル自由連盟党。2011年1月8日閲覧。 ABC アンドリュージェイコブスエスニックモンゴリアンディシダントリリースドバイチャイナイズミッシングニューヨークタイムズ2010年12月31日閲覧 AB ジョシュアライプスファミリーヘルドインリテンションラジオフリーアジア2011年1月8日閲覧 ABC ナイモンゴル人民党幹事長フビスガルトモンゴル自由連盟党幹事長大一 モンゴル人留学生代表、ジャルガラ。肌足と家族を釈放せよ。中国政府の南モンゴル弾圧に対する抗議行動主意書。日本ウイグル協会。2011年1月8日閲覧。内モンゴルで服役中の肌が健康を悪化させている。サザン・モンゴリアン。ヒューマン・ライツ・インフォメーション・センター。2011年1月8日、閲覧。エビサ悪い・ワルイ。 歴史の闇を掘り起こす意義、柴良太郎賞の妖怪 a 算、m s n 産 k ニュース。オリジナルの2011年1月25日時点における、アーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 一0 1 1五二五四七スラッシュ h t t p s a n k ット j p msn.com スラッシュ、ライフ、ニュース、1112、BKS11 兆112億1857枚 21N1、HTM2011 年1月8日閲覧。中国、中国は、行方不明中のモンゴル人活動家の消息を、明らかにしなければならない。アムネスティ・インターナショナル日本、2011年1月8日閲覧。 中国第3の開発庫、内モンゴル。ニューズウィーク。2011年1月8日閲覧。中国が内モンゴル活動家を釈放。現在は、自宅南京か、イコール人権団体。ロイター。2011年1月8日閲覧。中共団罪ウイグルチベット。南モンゴル三民族連帯集会デモ。桜 H21928。Q 日本文化チャンネル桜。2011年1月8日閲覧。民族受決。南モンゴル。学生運動デモ更新。H21914。日本文化チャンネル桜。2011年1月8日閲覧。南モンゴルデモ更新の報告。南モンゴル人権情報センター。2011年1月8日閲覧。頑張れ日本。 11.6時言と、人権アジア連帯集会、記者会見、桜 H22118、日本文化チャンネル桜、2011年1月8日閲覧、内モンゴル独立支援集会、報告維新政党新風。ありがとうございます。